はい、本日はこの針と釣り糸の結び方をご紹介します。まずね、最初に言いますと、自分で結ぶ必要はありません。釣り具屋さんに行けば、売ってますので、この結んであるものが。なので、まあそれを買うもいいんですけど、まあやっぱり自分でこうやって仕掛けを作って釣った方がとてもね、 DIY 感があって嬉しさも増しますし、その場釣りのね、状況によって仕掛けを変える必要が出たりしますんで、その時ね、自分で作れるとより釣りが楽しめますんで、今日はこの針と釣り糸の結び方をご紹介します。はい、それとまずは家でたくさん練習をして、で家でできるようになってから、釣り場でも結ぶようにしましょう。もしくはね、家で作ったやつをそのまま持っていけばいいと思うので、最初は釣り場で作る必要はありません。なのでとにかくね、まあ、家で練習してできるようになったら釣り場でやるようにしましょう。はい、ではね、結んでいきます。まず、糸、こちらは、利き手で持ちます。右利きの方は右手で持ちます。で、針は利き手ではない方の手で持ちます。はい、一回沿わせます。こういう感じで、なるべく最初の頃は、ここの枝の部分ですね、まあ、不要な部分を長く取った方がやりやすいと思います。まあ、20センチぐらいでいいと思います。はい、で針の内側にこうやって沿わせるような感じで持ちます。で一回丸を作ります。こういう感じ、はい、こういう感じですね。こう来てストッと、こう来てこう、はい。でこの時にこの輪っかの交差点の部分は親指と人差し指で持ちます。まあ優しく持てばいいと思います。そしたらあとはここの枝の部分ですね、こうくるくるくるっと巻いていきます。はい、でこの時コツというか、最初慣れないうちはここの元の方に続いている糸はちょっと張り気味にしてあげた方がやりやすいと思います。こうやってね、位相とか、まあ釣り場に立つとこうやって風でこうウニュ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 っとね、ブレたりしますんで、なるべく横にこういう風に平行に、地面に平行になってた方がやりやすいと思います。はい、ではね、結んでいきます。ここもゆっくりでいいです。こうやって、はい、だいたい回数はまあいろんな人に言うんですけど、4回から8回、だからまあ平均とって6回ぐらいやってれば無難かなと思います。そんなに結ぶ回数で強度はね、さほど変わりませんので、あんまり気にすることはないと思います。まあ5、6回でいいと思います。はい、こんな感じでくるくるっとで、くるっと回した時にここにね、親指と人差し指の間のところにこう挟むと、こうやってババラバラバラっと、なんだろうな、バラバラになりませんので、はい。でここまでくる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 って回したら、ここでいよいよこの輪っかのところにこの枝を通してあげます。はい、でここの中ですね、ちょっとつばをつけて、まあ、摩擦熱をね、起こさないようにして、結束強度を落とさないようにっていう目的で、まあ、口に含んで湿らせます。今日はね、ちょっと端折ります。でここから大事なんですけども、ゆっくり締めていきます。はい、いきます。でこっちの部分は、私はこっちの方ですね、枝の部分は、口で歯で挟んで、引っ張りながら右と左を一緒にこうスーッと締めていきます。ちょっとやってみます。はい、こんな感じですね。はい、はい、まだねこんな感じでガチガチには締めていません。でこの時すごく大事なんですけども、まあ、ガチガチに締めてない状態で、ここの針の平の部分ですね、こ
この頭のところまでスーッと持ってきてあげます、はい、でこれ一番重要、ここの針の内側、針先側の内側の方にこの糸と枝のこの糸が通るようにして結んであげます。こういう状態ですね。この角度で見ると下側、針の下側に常に糸が来るように締めてあげます。はい、キューッと。これが非常に重要です。ポイントというよりは最重要と言っても過言じゃないですね。はい、見えますか、だんだんギューッと締まってってるのが見えますかね。針の内側にこっち側もこっち側も来ている状態で、はい、最後ね、キュッと締めます。私はここ歯で挟んでグッと締め込みます。はい、できました。とりあえずね、結びは完了です。下と下に来てます。なんでこっち側に通さなきゃいけないかって言いますと、これを針の内側にこう来た場合、引っ張るとこうこけますね。こういう原理が働きます。こういうふうにこの子がこういうふうに転がりますね。なのでここにある口にちゃんと引っかかるという原理になります。ここね、逆に上から通しますとこっち転びます。こういうふうに上に引っ張ってもこういうふうに転がる、離れてこうなるんで引っかからない方向になります。あとここの頭のところで糸をね、傷つけてしまうんで強度も落としてしまうっていう、かかりづらく糸も痛めるっていうね、非常にまずい状況になりますので、まあそこだけ気をつけてください。あとはここいらないところを切ります。はい、こんな感じ、はい、できましたね。はい、これができた仕掛けなんですけども、これをまあ家でこう作って結んで、でそうだ、まあ大体1メーターか2メーターか3メーターか、まあ切ってしまっておくのもいいと思います。あえてね、釣り場についてから作るっていうのも大変ですんで、風もありますし、不安定な足場だったりしますし、そこは無理して釣り場で作る必要はないと思います。例えばね、私はちなみにこうやって、まあこれ針を結んでる釣り糸なんですけども、まあこうやってもう事前に針をこうもう結んじゃってます。こうやってだいたい一番最初に使う針っていうのはまあ決まってまして、そんなにブレることがないんで、事前にこうやって作って、でこんな風に引っ掛けて、でまあそこについてたテープをこう貼ってペタッとね、まあ結構もうこれボロボロですけど、まあ十分なんですね。はい、こんなちょうどこんな感じでもう結んじゃってるんで、で長さっていうのはそのついたところの釣り場の水深とか仕掛けとかで変わってくると思うので、あとはねこのまんま釣り場について1メーターなのか3メーターなのか4メーターなのか、その場に応じてツルスルスルっと出して使えば、こうやってですね、こうやってまあ調整できますんで便利です。はい、まあ、なのであえて釣り場に行ってから結ばなくてもいいと思います。事前にやっぱ作っておくのが一番安全ですし楽ですしね。最初のうちは特に家で針を結ぶことをおすすめします。はい、はい、でこれが針を結ぶ糸、まあ、通称針スと言います。まあ、自分の気に入ったメーカーさんの、まあ、予算に合ったもので買うといいと思います。でこっちが針です。針はこうやってケースに入れておいた方が、まあ、見やすいですし取り出しやすいのでいいと思います。まあ要は風の影響を受けません。でこれってね、私こうやってマグネットを貼ってるんですけど、マグネットをつけてるとこうやって揺れてもねガシャ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 しませんので、非常に
なんだろうな、暴れないで持ち運びができます。なのでこういうのもあった方が便利です。まあ別にいらないです。こういう状態でね、必ず針とは売ってますんで、まあそこにこうやってなんかこう縛っておけば、こうやってペラペラペラっとめくって選ぶのもいいと思います。ただこれの難点は、こうやって後ろのね、ここをペリ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 っと剥がして、その中から指を入れてこの針を取るっていうところがあるんで、まあ要は風の影響も受けますし、バラバラバラッと落ちると非常にしんどいです。まあ錆びちゃったりもしますんで、なのでこっちをこのままね、釣り場に持ってくのもいいんですけども、それはそれで結構気を使いますんで気をつけてください。はい、というわけで針の結び方と、そうですね、釣り糸と針のなんかこう保管というか運び方のご紹介でした。どうもありがとうございました。